異例の暑さとなった今年の夏ですが、秋の味覚にも影響を及ぼしています。実りの秋を迎えていますが、思うように成長しない農作物もあり、生産者からは落胆の声が聞かれます。取れた3連休の中日、掛川市の観光農園は芋掘りを楽しむ家族連れでにぎわっていました。どうだった？楽しかった。掘るのが楽しかった。掘るのが楽しかった。あと切るのが楽しかった。楽しいです。楽しい。お芋がでかいのが取れたとか、取れなかったっていうのが悔しさが楽しい。子供たちは自分で収穫したさつまいもを手に満面の笑顔ですが、農園にとってはいつもの秋とは言えないようです。今年のさつまいもの特徴っていうのはどうでしょうか？そうですね、やっぱり暑さももちろんありましたし、適度な雨っていうのがちょっとやっぱ不足してたんで、玉が膨らみづらい状況ではあったんですよね。やっぱこういう、ごぼうみたいなのがねあったりもしますけど、やっぱこういうのがもっと、やっぱちょっとこれも太さで言うと、ちょっともうちょっと太くはなってほしいですけど、やっぱこのくらいの太さにはなってくれないとね、これじゃちょっとさすがに売り物にならないんで。記録的な暑さと雨不足で土の中が乾燥してしまい、例年に比べて細いさつまいもが1割ほど増えたということです。秋の味覚を代表する栗にも猛暑の影響は広がっていました。県内有数の栗の産地として知られる掛川市です。源兵衛農園では今日午前6時からスタッフが収穫作業をしていました。今年の栗はどうですか？やっぱ少ないですし、やっぱ小さいですね。ここの、ね、農園の方いつもはもっと大きな栗が売れるんですけど、今年はやっぱなんか全体として少ないし小さいっていうですね。こちらの農園では例年およそ500キロの栗が収穫されるといいますが、暑さの影響で今年は300キロ台にとどまっています。例年だと9月中には収穫を終えていましたが、今年は収穫量が少ないため10月まで延長して一つでも多く実を拾い集めます。暑さの影響とか、木自体のね、若い木じゃないので、よりそういう、猛暑の影響とかですね、そういうことが効いてるかなとは思っています。甘くて実が大きい掛川の栗を心待ちにしている人も。原料の栗のほのかな香りがして、丸みがあって大変飲みやすい焼酎だと思います。癖のある焼酎ではありませんので、どなたでも美味しく飲んでいただくことができると思います。農園で収穫される栗は、10年以上前から町おこしの一環で作られる栗焼酎の原料としても利用。焼酎作りは12月から本格的に始めますが、収穫量の減少は焼酎の量に直結すると懸念します。皆さんがですね、楽しみにしてくださっているのに供給量が少なくなってしまうっていうのは、作らせていただく側としても大変残念。なかなかね、天候のことって分かりませんけども、来年はぜひたくさん取れていただきたいなというふうに考えています。記録的な暑さの影響で異変が起きている秋の味覚。来年は豊かな実りの秋を迎えられるよう生産者は願っています。